こんにちは。熊本のバスを釣ろうの Vlog の深夜です。動画をご覧いただきありがとうございます。今日は久しぶりに石打ダムにやってきました。前回来たのが冬だったですかね。いつ来たかちょっと忘れちゃったんですけれども、前回は確か忘れなかったと思います。で、今日はですね、7月の末日ということで暑いですね。もうこの夏日中釣りに行くのがかなりしんどいぐらい暑くて、なかなか釣りに行くのも億劫なんですけれども、今日はですね、その暑さを避けるために早朝、今5時半みたいなんですけれども、やってきました。で、そうですね、お昼前ぐらいになるともう日が完全に昇って暑くなるんで、そこまでですかね、釣りできるの。それまでになんとかですね、石打ダムのバスを釣れるように頑張りたいと思います。で、水位はこんな感じで、まあ前回来た時に比べるとちょっと、減水してるかなという感じですね。まあ釣りやすい水位ではあると思います。それでは、早速釣りしていきたいと思います。最後まで動画をお楽しみください。じゃあまずは、カットテール投げてみたいと思います。すいません、こんな朝っぱらから最初からカットテール使っちゃって申し訳ないです。とりあえず1匹釣れたいんで投げてみます。あ、なんか今日はインレットが効いてないですね。とりあえず1本目釣れた。よし、1投目で食いました。サイズはそうですね、20センチ弱ということで石打ダムサイズなんですけれども、いや久しぶりの石打ダムバス、ありがたいですね。去年だか一昨年だかちょうどこの時期に来た時があったんですけど、来た、 今横からバスがカットテール目がけて飛んできましたね。で、その時はもうちょっと水位が高くて、でここインレットなんですけど流れてたんですよね、水が。で今日は流れがないですね。チェイスしてきとったな。しまった、気抜いてましたね。幸先よくカトテールで釣れたんでシャドウに変えたんですけど、なかなか反応ないですね。反応ないことはないんですけど釣れないです。
惜しくった。やった2本目。お、これは結構サイズが、うん、30センチ、ちょうど30センチぐらいですね。でもここにしてはまずまずのサイズですね。やった、2本目。ちょっとワームは取れちゃったんですけど、31山線香のノーシンカーで釣れました。あ、来てる来てる来てる。よいしょ。よいしょ。あー、また取れた。あー、バレた。いや、しかしこのサイズが無限に釣れますね。ちょっとあと1本ぐらい釣りたいな。ここは減水してる時に来るとすごくよくわかるんですけど、結構深いんですよ。なのでそこを探ろうと思うと結構深く潜るルアー持ってこなきゃいけないんですし、しかも岩がかなり下に入ってて根掛かりの確率がすごい高いんで、結構そこを取るとなるとやりようが難しい、そんなフィールドなんですよね、ここ。うん、来てるね。よっしゃ。これも可愛いサイズですね。ギルが食った。離して離して、ダメか。このポイントもだいぶ擦れてきたと思うんで、ちょっと移動しますか。いけるかなこれ。うわうわうわ、いって
行って。で、ちょっと待って。行って。行った。茨でちょっと切っちゃいましたね。行って。はい、出てね。ああ、これどうしよう、また滑るんじゃないのかな。あら、ちょっと負傷しちゃいましたね。ああ、血がめっちゃ出てきた。さっきの坂降りるのにタックル全部持ってくると坂降りれなかったんで、もうこのタックルだけで行きたいと思います。いやー、ちょっと参りましたね。で、ちょっと参りましたね。なもんかつって、もうすぐ帰りたいと思います。じゃあ山田の木投げていきます。さっきからちらちらバスの影が見えるんですけど、どうもなんか浅いところをクルーズしている感じがあるんですよね。なのでこの釣りボトムの釣りじゃないのかもしれないですね。ちょっと変えてみますか。とりあえず一匹目。ほい。はい、ありがとう。はい、ありがとうね。やっぱり狙うレンジ変えたら一発でしたね。
連続ヒットですね。あと、ういあーそこ行かないで、そこ行かないで、はい、3匹目ほいし、ありがとうね。また大きくなったら会おうね。バイバイ。ここで3匹釣れたんで、今日はもうお腹いっぱいかなというところで、釣りを終了したいと思います。来るまで結構バスが今日釣れるかな不安だったんですけれども、蓋を開けてみたら、多くの小バスに遊んでもらって楽しい釣行となりました。ただですね、ここに来るときに、あの坂を降りるときにですね、こけちゃって、でそれで茨に引っかかっちゃって怪我をしたんで、あまり無茶しない方がいいですね。もう無茶できる年もないですし、皆さんも釣りするときはですね、十分に怪我などに気をつけて安全に釣りを行ってください。じゃあ時間はちょっと早いんですけれども、満足したので、今回は釣りを終了したいと思います。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。さあ、あそこ登れるかな。頑張ろう。